馴染んできた。何が？あなたの力がです。いい感じに制御できるようになってきました。よかった、もう倒れたりしないね。ええ、ますます精進しますから、よろしくお願いしますね。うん、こちらこそ。どうかした？別に。ああ言えばそう言えば、ボーはエレノアと契約したとき、マナをつけてもらったんじゃろ？いい名前だったかい？それは…マナ？精霊が持っておる古代語の名じゃよ。人間と契約を交わすときに必要な特別な名前なんじゃ。わしもビエン風にフューシーカスとつけてやった。豚猿という意味じゃ。ひどいわね。これも一種の愛情表現なんじゃよ。ライフセット、あんたはどんなマナーをもらったの？それはもしかしてマギルーみたいに変な名前をつけられたんじゃないでしょうね。不満があるならエレノアに言ってあげるから、正直に教えなさい。違うし、ベルベットには言えないよ。そんなに嫌がらなくても。マナーは気安く他人に明かすものじゃない。精霊にとって特別な意味を持っているんだ。契約者以外に自分のマナーを告げることは、同性になら命がけの信頼の証。異性に対しては、愛の告白に近いんじゃよな。それを早く言いなさいよ。ライフセットも難しい年頃だ。以後は気をつけろ。まあ、あれも一種の愛情表現じゃがな。
これは。ドラゴン。あれじゃな、アルディナ草原のゴーマというのは。自由に飛んでたが、クーマなのか。地脈って感じた。あっち、あの岩山の上あたりだよ。確かめてみましょう。油断は禁物だぞ。草原客だけ重ねかけろ。ディエレイ客もっと演劇に転覆そう。方眼客縁が潮流客影とらる縁が潮一郎風神拳捉える縁が潮流客影とらる縁が潮流客縁がそこだ大陸靴次つむじ客縁が潮流客縁が潮流客縁が潮流客やれやれ。地脈を強く感じる。この上だよ。なんとかして登ろうぜ。感じてた地脈点だ。クーマもいないし、結界もないようですね。また外れかな。決めつけるのは早いわ。あいつが結界を破ったか、精霊が制御しきれていない可能性もある。あり得るな。ドラゴンは最強のゴーマだからな。問題はドラゴンがクーマかどうかだ。そこね。予定通りストーンベリーで情報を得ましょう。やれやれ、一番の問題は敵がドラゴンというとこじゃろうに。
おお、絶景かな、絶景かな。気持ちのいい景色だな。絶景には同意しますが、あんまりはしゃぐと落ちますよ。ここ何本も地脈が走ってる。やはり感じたか、このアルディナ草原は何本もの地脈が複雑に錯綜する場所だ。本来なら大地の変化は数万年単位で起こるが、この辺りの岩山はここ千年で隆起したものだ。地脈の流れが地形に影響を与えたんだね。そうだ、大昔には逆に地脈に刺激を与えて大地を操作する術もあったと聞く。そんな術が。人間の体でいう壺のようなものでしょうか。壺を押すと血流が整うみたいな強引な例えだが、似たところがあるのかもしれん。もっとも、もう失われてしまった技術だがな。にしてもアイゼンは何でもよく知ってるな。いや、知らないことだらけだ。現に俺はここに咲いている花の名前も知らない。だからこうして旅をしているんだ。アルディナ白草よ。この白い花の中？ええ、昔弟が図鑑を見せて教えてくれたのよ。一株だけだとすぐ枯れてしまう、すごくひ弱な花。けど何株も寄り添うことで互いをかばい、厳しい自然の中でもたくさんの白い花を咲かせる。だから花言葉は人の絆。人の絆、覚えておこう。お前の弟が教えてくれたことだ。忘れないわ、私も。一気に片付ける。
さーて、警視庁がいそうな場所といえば宿屋を当たるのが定石だな。ストーンベリー付近はね、ラズベリーやストロベリー、ブルーベリーといったベリーがたくさん取れるの。食べきれないほどのベリーの実が地面に落ちて石ころになったっていうおとぎ話があるほどよ。だからストーンベリーっていう名前なの？そうよ。だからこの辺りで取れたベリーを使ってジャムやスイーツ、グミを作ったりしてるの。ベリーのグミ？食べたことないな。ジャムやお菓子はもう出荷もしてるんだけど、ラズベリーグミはまだ試作段階だからね。うん、残念だな。そこの畑の野菜も何か特別なものなのか？あまりよそでは見かけない気がするが。鋭いわね。あなたの言う通り、ラディッシュベルっていう珍しい野生の赤芋よ。近くの山で見つけたんだけど、問題があってね。残念ながらラディッシュベルは毒芋なの。見た目はうまそうに見えるけどな。そうなんだけど、皮と芽に強い毒があるから丁寧に取り除かないとかなり危ないのよ。毒さえなければホックホクで甘いし、バターも合うし、さっくり揚げても美味しいし、最高なんだけどね。だったら加工してから売ればいいじゃない。そうなんだけど、今のままじゃかなり厚めに皮を剥かないと食べられないのよ。げんこつくらいの芋を剥いて食べられるのが卵の黄身くらいの大きさじゃ採算取れないでしょ。だから今品種改良をしてるのよ。いつかは毒を薄皮一枚くらいに抑えたいわね。毒なしの芋にしようとは思わないんだ。毒なしにすると虫がつくし、暑さ寒さに弱くなるの。無害無毒ならいいってもんじゃないのよ、芋も人も。この辺りの水は浸水作りに適しているんだ。私はここで新しい浸水を作ろうと思っていてね。この辺りの特産からするとベリーの果実浸水ですか？いや、このひんやりとした空気と程よい湿気は琥珀浸水を作るのにいいんじゃないか。この辺りの地形からすると水には鉱物が多く含まれている。米の浸水を作れば一味違うものができるはずだ。あんたたちの言う浸水は私も考えてみた。しかし私のライバルは茨姫なんだよ。だがあの浸水を作るのは、そう簡単ではない。茨姫はエメラルドの樽に霊山の翡翠を注ぎ、7年間太陽の光を絶やさずに当てることでできる。光を浴びた翡翠の色は七色に変化し、樽のエメラルドと同じ色になった時ようやく完成する。光醸造ってことか。そんな奇跡みたいな浸水に勝つのは簡単じゃないだろうな。だが私はついに見つけたんだ、最高の石を。樽のように使える宝石ですか？それでは茨姫と同じじゃないか。私のは腰石とでも言えばいいかな。石で腰ということですか？この先の山奥で水を吸い込む石を見つけてね。その石を使ってベリー浸水を越してみたんだよ。すると信じられないほど透き通った味の浸水が出来上がった。果実浸水の旨味を残したまま無色に透き通った純浸水とも呼べる究極の浸水だ。それ飲ませてもらうことはできないのか？残念ながら10年かけてようやく一口分しか浸水がたまらないんだ。一口目は私が飲んでしまったから、あと50年以上待たないと振る舞えない。私が生きている間には厳しい。50年後にここに飲みに来ようぜ。お互い人間じゃなくてよかったな。よし、ブルーベリーいっぱい集まった。そんなに集めてジャムでも作るのか？ううん、
鶏に食べさせるの。それで紫色の黄身の卵を産ませるんだ。できないだろう。できるよ。黄身の色は餌によって変わるっておばあちゃんに教わったんだから。言われてみれば鶏の餌いつもはトウモロコシだもんな。それで黄色だったのか。けど紫色の卵なんて作ってどうするんだ。また王都から人が来るようになったでしょ。珍しいから高く売れるんじゃないかなって。特産物ができれば村のためになるし。それはそうだけど売れるかな。紫の目玉焼きとか紫のオムライスとか紫の親子丼とかができるんだぞ。お前食べたいか。珍しいから売れるもん。自分で考えないくせに文句ばっかり言わないでよ。悪い、俺も手伝うよ。なら玉虫をいっぱい捕まえてきて。鶏に食べさせて玉虫色の卵に挑戦するんだから。鶏も災難だけど。了解。のんきな村ね。しかし当たり前のようにああいう挑戦をする、人間のすごいところだな。ああ、失敗を繰り返しながらいつか全てを成し得るかもしれん。挑戦か。とはいえ紫や玉虫色の卵は勘弁じゃがのう。ストンベリーの開拓はなかなか進まないけど、この町は大きな可能性を秘めているよ。ここらの樹木は育ちも良くて材木に最適だし、近くでは石材もたくさん取れる。ゴーマ病が収まればきっと国は再興するし、木材や石材の需要は間違いなく高まる。何より静かだし綺麗な水場もあるし、僕のような職人には最高の仕事環境さ。最高で最高というわけじゃない。でも町を開くには人手が足りないように感じますけど。そうなんだ。この町をもっと人々に知らしめるには何か名物が欲しいと思うんだが。この辺りでしか取れない野菜とか果実とかそういったものはありますか。ラディッシュベルという芋を作ってるけど、これはいろいろと訳ありだしな。人を集めたければ金を鳴らせばよかろう。ここには金の鳴る木があるぞーっての。なるほど、鐘楼は悪くないかもな。ストンベリーだけに石の金ありだな。なしでしょ。え、石を叩いて音なんか出ないでしょ。そうだった。ああ、まだまだ自分は未熟だ。落ち着いて物事を考えろと教わったのに。親方の名を汚さないためにも精進せねば。成果を確認してくれ。よし、なかなかの収穫だ。探索船バツビオ。さあさあ見ていきな。久々にローグレスに行った帰りにアルディナ草原を通ったら出たんだよ。バケツの水かぶってるみたいな大雨と吹き飛ばされそうな強い風が吹いてさ、真っ黒な空から嵐の塊みたいなでっかいやつが飛んできたんだよ。空飛ぶ巨大なゴーマ。そしたら隠れてたタイマシたちが出てきて、そのゴーマと戦い始めたんだ。でもそいつはタイマシの剣を角で受け止めて、尻尾でタイマシの体をなぎ払って。角と尻尾。そのゴーマはどこへ行ったの。知らない、あまりにも恐ろしくてすぐにそこから逃げ出しちまったからさ。清涼が退治してくれてればいいんだが、
大魔師3人がかりでも一撃でやられてたしな。そうだ、その時もう一人誰かいたような気がするな。ゴーマに向かってやめろって言ってたけど。あいつか。あんたたちもアルディナ草原に行くときは十分注意した方がいいよ。ザビーだ。よう、副長。誰かを待ってるの？いや、あいつとの願掛けさ。あいつ？行くぞ。ここに警視庁はいないようだ。いいのかよ、俺を放置して。誰にも邪魔をされたくない時間がある。B？ うん。願掛けって何のことだろう。ザビーダが飲んでいたのは茨の森だった。おお、大切な人と飲み交わせば永遠に添い遂げられるというロマン無双の一品じゃな。だがめったに手に入るもんじゃない。俺も一度飲んでみたいと思ってるんだが。きっとザビーダにとって特別なものなんだね。だからアイゼンは。そんなんじゃない。ベルベットさんですね。あんたね、例のゴーマの目撃者は。来る途中空を飛ぶ蛇みたいなドラゴンを見た。あんたが見たのも。はい、同じゴーマです。あいつの巣はアルディナ草原の岩山の上で。岩山には行ってみたけどいなかったわ。戻ってくるのは雨の日だけです。雨の日だけか。うわあ、あつらえたかのように雨が。嫌な予感がビンビンじゃわ。分かったわ、もう一度行ってみる。